市民団体の反戦活動は目障りと、どん詰まりに来たな。離島の防衛を想定した陸上自衛隊とアメリカ海兵隊との共同訓練が、鹿児島県の徳之島と喜界島で行われ、3日その様子が公開された。2006年に始まった日米共同訓練は、これまでは米国で実施されていた。中国軍が南西諸島周辺で活動を活発化させる中、今回、初めて日本で行われ、県内では7日まで続く予定だ。県内塩尾市名瀬の陸上自衛隊駐屯地では2月に開設4周年イベントを開催、離島に侵攻してきた敵から陣地を奪い返す訓練を披露した。ロシアのウクライナ侵略、度重なる北朝鮮の弾道ミサイル発射、中国の積極防衛で台湾制圧を辞さぬ示威活動、連れて日本領海への継続的な艦船出没と日本周囲は戦後初めての緊張に包まれている。だから、自衛隊等の訓練公開に地元県民の注目も集まっている。訓練を見ていた60代男性は、訓練が米軍と一緒にやると聞いて驚いた。喜界島を戦場にしないでほしいと思うと語った。現場近くでは、市民団体が横断幕やプラカードなどを掲げて訓練に反対する姿が見られた。名瀬の自衛隊訓練でも反対派住民は演習や戦闘車両の展示イベントの度、のぼりを掲げて奄美にミサイルはいらないと訴えてきた。しかし、最近は見物客から目障りといった声を向けられるようになった。皆の衆は現実から学ぼうとする。ミサイル基地いりません。戦争のためのミサイル基地、攻撃的なミサイル基地、日本を守るためでも島を守るためでもないミサイル基地はいりません。ほら、軍隊がない間は戦争はありませんでした。どう思われますか。ほら反戦市民団体の70歳男性は、安全のための活動がなぜ敬遠されるのかと残念がる。それでもいわゆる市民団体は、徳之島に飛来させないと約束したオスプレイを飛ばした、人を撃つ訓練に衝撃を受けた、それを普通と思う空気感が怖い、などと感情的に訴えてくる。逃げ場のない島民でも市民団体などの反戦を利用した宣伝活動を目障りというようになった。徳之島上空を飛ぶオスプレイに対し基地反対派の米軍は帰れに、住民は失礼だと抗議したとある。反対派市民団体は孤立していると感じられる。今こそ政府は何度でも国民に丁寧な説明をすべきだと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。